マサムラゲージのパチンコ台、マサムラゲージとは、第二次世界大戦後、名古屋市西区で遊戯場を経営していた、マサムラ紹介のマサムラ竹一が、1948年頃に、考案したパチンコ台のゲージ構成のこと。それまでのパチンコ台は入賞校が多く、バラクギのみで構成されており、マサムラも、そのような台を製造して営業していたが、1948年頃に、 入賞校を減らして、釘の並び方に新たな工夫をした台を考案した。現在のパチンコ台にも見られる天釘、鎧釘、袴などの釘の並び方は、すべてこのマサムラゲージが原型である。他にも、玉を受けて回転する、風車や、いわゆる、チン、ジャラと呼ばれる昇級のベルを導入したのも、マサムラである。当時のパチンコ台は手打ちであり、 この台では弾を打ち込む場所によって入賞口に入る確率の変化が顕著だったためプレイヤーの技術の上達や工夫を流した。また従来より盤面に空間が多いため弾の突飛な動きが増えた。これらにより大衆の人気を集めマサムラの遊戯場は連日満員の盛況となった。これを見た名古屋の遊戯機メーカーも マサムラ式パチンコ台を大量生産したため全国に普及し、マサムラゲージがパチンコの主流となった。また、それと共に名古屋はパチンコ生産台数の約8割を占める一大生産拠点となっていった。公安者であるマサムラはゲージ構成を特許申請せず、他の業者が同様のゲージを使用することを容認していた。このため知名度の割には、 金銭的な恩恵はあまり受けていないものの、後に主流となるパチンコ代の構成の源となったため業界に大きく名を残すことになる。仮に特許申請していれば、天文学的数字の財産を築いた可能性もあるが、逆に絶頂期には30兆円産業とまで呼ばれるに至ったほどのパチンコの流星はなし得なかったであろうとも言われている。1975年に、 政村は死去するが、その後も営業を続けていた、政村商会も2010年6月には、破産申し立てに至った。政村商会が経営していたパチンコホール、パチンコ政村が入っていた、政村ビルの3階には、各時代における代表的なパチンコ台の実物や、歴史などが学べる、博物館、政村武一資料室、パチンコミュージアムがあった。 マサムラ紹介の事業停止に伴いこの博物館も閉鎖となり、現在これらの実物や資料はすべてメーカー組織である日本遊戯機工業組合が保管している。なお、マサムラビルはすでに解体されており、その跡地にはプレサンスコーポレーションによる分譲マンションプレサンスロジェ上市に駅前が建っている。ありがとうございます。